目を覚めたか。急がなくてもいい。ゆっくり起きて。まだ混乱してるみたいだ。僕のことを覚えてる？そう、ティナリだ。よかった。心配したよ。森で君の気絶した姿を見つけたけど、大丈夫？一体何をしてたのか？キノコ狩り。なるほどね。で、食べたのか？キノコを？そっか。そんなら、何の種類を食べたか確かめないと。この森には美味しいキノコがたくさんあるけど、毒のあるキノコも豊富だしね。最近間違いケースもたくさんあるが、旅人さんまでか。いいえ、そんなにおかしくないよ。食用キノコと毒キノコの分け方は、初心者に難しいからね。それをさておき、具合は？めまいか。ちょっと動かないで。ちょっと熱っぽいかも。それは良くないな。ちょっと口開けて。いいから。喉が腫れてないな。苦しくない？よかった。さてと、食べたキノコを僕によく説明してみて。できれば細かく。傘はどんな形か覚えてる？茶色。小さかったのか？そうか。味は？苦味で、ちょっと甘い。そっか。そんなら、多分強い毒のあるキノコじゃなかったんだ。よかった。休めば治ると思うけど、毒は毒だし、念のために薬を作ってあげるよ。ダメ。恐ろしい毒ではないかもしれないけど、不随現象を舐めないで。頭痛とか腹痛とか、いろいろ大変なんだよ。命が優先、ね。ちょっと待っててね。今薬を用意するから。どうやって見つかったかって。そっか。覚えてないんだ。僕の名前、呼んだから。この耳のおかげで他の人より森のすべてがよく聞こえるよ。足音から落ちる朝露まで。全部よく聞こえるよ。そして、君の声をそっと聞こえた。助けてって。だから研究室から出て探したんだよ。君を早く見つかってよかった。旅人さん、今回はひどい目を合わなかったが、次はないかもしれない。もっとしっかりしてくださいよ。怒ってない。アビダ森のレンジャー長として人の安全を守るのが仕事だ。だから怒ってない。怒ってないけど、ただ、気をつけてよ。旅人さんに何かがあったら、僕は困るから。ウーリンデーの生活はもう慣れたのか？僕、楽しいんだよ、この生活。僕に最高なんだよ。自由な観光で研究するのが一番。それに、旅人さんみたいな人を会えるのも、悪くないな。そんなにじろじろ見ないでよ。あ、よし。薬できたよ。早いって。いや、これは普通だよ。学生時代は、まあ、ずっと前の話なんだけど、専攻は植物学だったから、このくらいは当たり前さ。はい、これを飲んで。怖い顔しないでよ。蜂蜜もちゃんと入れたから、もうそんなに苦くないよ。さあ、飲んで。ね、飲みやすいでしょ？はい、一気に飲んで。お、上手。もしかして、旅人さんはよく酒を飲むのか？いや、その飲み方は、学生時代の先輩に似てて、つい。じゃ、これでおしまい。あとは寝るだけだ。他の必要なものがあったら僕に言って。ん？何？僕の耳、触れたいか？普段は他の人に触らせないけど、旅人さんにならいいよ。特別にね。はい、どうぞ。あ、耳は敏感なので、できれば優しく。で、これで満足？まだ、そうか。いや、ちょっと気持ちいいかも。今、僕の尻尾、振った？あ、本当だ。いや、普段はそうしないから、ちょっとびっくり。そうか。たまには、耳を撫でるのが、いいかも。まり。どう？これで癒される？うまく寝られそう。僕はもう少しでここにいようかな。いい？手つなぎたいか？旅人さん、意外と甘えん坊さんなんだね。いいよ。はい。早まらないでよ。いいから。次は、一緒にどう？キノコ狩り。道案内するし、美味しいキノコを取ってあげるよ。それに、旅人さんと一緒にいる時間は、僕にすごく楽しいから。だから、何かあれば、僕を呼んでも構わないよ。任せて。眠い？大丈夫。見張りは僕がするから、安心して。寝てていいよ。ね。おやすみ。